これはザクザクと船に積み込まれた無数のアサリの種付け作業。ようやく本格的な夏を迎えた8月6日の朝、農業に用いられる大型トラクターが所回ろうに千葉県浦安の浅い海の中に降ろされました。東京から流し出される有害物と地盤の均衡でコチコチになった海底を引き潮を利用して耕し、きれいな海水を呼び寄せて、ここにアサリやハマグリ、ノリなどを植え付けようという計画です。浦安から船橋にかけて約700兆分がその計画地。完成の暁には73万円増産の名付けて報告漁場が出現します。